はーい。お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、撮り鉄さんに関するお話になるんですけど、今回はですね、撮り鉄さんが完全勝利の話だぞーっていうことで、逆に撮り鉄にね、えー、悪口とか言いまくった女社長が相当炎上してるよーっていうような、そんなお話になりますね。まあ、ざっくりと言うとですね、まあ、こんな感じで中学生のアイドルがホームのところでね、こうやって座って写真撮ってたんですよ。さすがに誰が見ても、ちょっとこれやば いねっていう話になるわけなんですけどそれに対して撮り鉄さんが怒っておいこれは危険だろって言って声を上げてたわけなんですよけどこの中学生アイドルの社長が出てきてやたら撮り鉄に対して悪口言いまくって攻撃的に話してたんですねまあただね世の中のイメージ的にやっぱ撮り鉄さんのイメージって良くない部分もあるから、まあ、全員ではないですけどねただそういうイメージがあるせいで、まあ、ご利用しでねなぜかこの女社長が口で勝ってるような状況になってたわけなんですよ反撃されててねけど 最終的に鉄道会社がこれについて声明を出してですねはいこれ女社長が悪いですって問題ですあれはっていうことで完全にで、ね、女社長が敗北してしまうっていうお話なんですよねただその女社長で、ね、謝罪とかもしてなくて無視し続けてる状態なんでかなりやばい社長なんじゃないのかなと元光は思ってますということで今回のお話は取り鉄に関するお話ですね見ていきましょう元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話ししていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします ということで、こちらですね、滝沢五郎さんのツイートなんですけど、中学生アイドルさん、田舎駅でホームに腰掛け、写真撮影をしてあーっていうことで、まずこれがね、炎上するわけなんですよ、こんな感じで、中学生のアイドルの女の子がいるんですけど、撮り鉄館で炎上した写真ということで、こんなね、あのー、インスタ映えというか、なんか写真映えするところで、写真を撮ってるわけなんですけど、そこでね、ホームに座って、 で写真撮ってるんですよも足とかがっつり線路側に出ちゃってるんですよね、まあ、これ見ると、まあ、一般の人だったら危険だねっていうのはすぐ分かる話なんですけどえモデルは中2の女子カメラマンの指示でホームに腰をかけるということで、まあ、この女の子が1人で撮ったとかじゃなくてカメラマンがえこういう指示をしてえホームでえ撮ったみたいなんですよね、まあ、ただ危険なものだから撮り鉄からは「おいやめさせろ!」っていうことで怒ってたわけなんですよ撮り鉄らが危険すぎるやめさせろと激 まあこれ普通だよねで今回ばかりは「撮り鉄」が正論で完全勝利ってもう、まあ、そりゃそうだよねどう考えてもと思いきやモデル事務所社長ギャルが「撮り鉄キモイの一点張りで反撃!」って弁護士を名乗る撮り鉄を問い詰め形勢逆転第一次ギャルシュポ対戦開幕へってでえっど,どういうこと いやどう考えても正論言ってのはこれ取り鉄さんになると思うんですけどなぜか逆転されてるっていう話なんですよね。 <laughs> ちょっとまあ見ていこうと思うんですけどこれねあの先ほどの中学生モデルの社長さんのアカウントがこれになるんですけどえここに書いてる通り危険行為で威力業務妨害になると主張する撮り鉄らにモデル事務所の女性社長が反論ということでこの社長がですねこういうコメント撮り鉄さんからのコメントかなえ最悪鉄道法の威力業務妨害になりますので写真は削除した方がいいですよっていうことでえコメントが来てたみたいなんですよ。全然あり 言えるるかなと、うん、言われてくることこれ全然正論だと本道は思うんですけどただそれに対して法律の知識も何もないのにでたらめなことを言って中学生を脅すのって恥ずかしくないんですかね電電車車大好きすすぎててしかか見えてないんですかねっていやいや普通にこれ指摘してるだけだと思うんですけどね。別に ひどい言葉とか使ってないと思うんですけど削除した方がいいですよって元光が見る限りこの取り手さんそんな悪いこと言ってないかなってで下の人もこういうこと言ってて列車往来危険罪で訴えられる可能性がありますのでインスタは投稿を慎んだ方がいいですよちなみに拡散させていただきますっていうことでまあそういう可能性はあるよねっていうのは事実だと思いますまあ拡散させていただきますってちょっとそれはひどいかなとは思うんですけどただこれ中学生を脅すって っていうよりは責任持つのは多分この事務所だからねあなたに来るんだよ多分だけど、うん、で、えー、私の大切な人を傷つけるやつは誰だろうが許さない情報開示請求して身元突き詰めて、えー、名誉毀損で訴えて平気とかっていうことを言ってるんですよねえなんだいやちょっと待ってこれ事務所の社長だよね普通にどう考えてもあの自分たちが悪いことを なんかゴリ押しで名誉毀損だ、訴えてやるぜって、みたいなことを言ってるわけですね。え、やばこんな女社長って感じなんですけど、でさらに続いて、えー、こういう風に言っててね、鳥鉄らの DM になおも青り区長で応答ということで、DM の内容っていうのも公開されてるんですよね、流れてて、えー、こんな感じでね鳥鉄さんが言ってて、他の人も自分と同じように言うと思いますがっていうことで、それに対して、女性が、社長がね、鉄太は悪いって言うんじゃないキモオタクと普段 話さないかから新鮮だわ,わらーとっっっててめっちゃ煽ってる、ね、そして相手が「鉄太のことをそんなに侮辱したいんですね」っていうこと言ったら「えー、い,いえまともな人は侮辱してないです」「電車しか見えていない肝鉄太は侮辱しちゃいますね」ってめっちゃ煽るねこの女社長そしてマナーをいい鉄太と悪い鉄太を一括りにしてなんてこと言うんだっていうことをね鳥哲さんは言ってるわけなんですけどそれに対しても誹謗中傷的なコメントしたりまともなメッセージ でできないい人はマナー悪すすぎますよねっていうことでめちゃめちゃ敵対視して悪口ばっか言ってるわけなんですけどまあ元光も撮り鉄さんの悪い話とかめっちゃ取り上げたりはしますけど全員が全員そうではないとは思いますからねうん別に鉄道の写真を撮ること自体が悪いわけじゃないからまあそれなのにまあ勝手な固定概念でかなり悪口を言ってるという状況なんですよそしてえこういうことも言っててね 相手に喧嘩してみた、えー、とこれなんだろうアイリーっていうのもアイリーがオタクたちのキモさにドン引きしながら笑ってたわら本当にキモい, <laughs> キ,モい <laughs> キモいってなんか最近そういうワードよく聞くねで「絶対周りにはいない仲良くなれる人種、えー、エルメスタンのドラマが頭に浮かんだそれにしても私喧嘩しても何されてもメンタル全くやられないや」って。 うーんメンタルやられないとかじゃなくてまず自分の事務所が悪いことをしちゃったんだったら謝ったりしないといけないんですけどねなんで、ね、こんなにかたくなに謝らないんだろうで数多くのトラブル解決や訴訟してたらそうなるかってさて今からアイリーと仕事して飲み行くから喧嘩終わりだよバイバイ坊やたち騒ぎ,や騒ぎたきゃ騒いでろとかって言ってるわけなんですけどめっちゃ強気だねだから自分が悪いことしてるんだと思うんですけどで、えー、さらにこういうことも言っててね鉄タ 先事件ということでこのサキカっていうのがあのこの女社長の名前になるんですけどまあバーサス戦ってるよっていうことを言っててネットの中だけでなら強気でいられる実際に会ったら1人じゃ何も言えない集団だと怖くないから何でも言える中学生の時のいじめっ子的な1人で直接かかってこれないやつわらーって撮り、えー、鉄さんたちに対してそういう言い方してるんですよねでね謝罪しろって騒いでるやつらお前らに謝罪するわけがないマジで頭沸いてんのかなって するとしたら鉄道会社に怒られたときそれは立場的にするということで鉄道会社に言われたら私はちゃんと謝るよってうちのモデルとかカメラマンの安全配慮が足りず申し訳ありませんでしたと世間の鉄道タに謝罪する気なんて1ミリもないし逆に関係ないのに鉄道好き,好きすぎて、えー、騒ぎ立てて「ごめんなさい」って謝ってほしいとかっていうこういうこと言ってるんですよねいやこれ普通にこれだけ問題視されてるってか完全に問題ってわかるじゃん問題視されてるっていうことは まあ、鉄道会社に言われなくても、とりあえず謝らないと、これおかしかったねって、ちゃんと気づけないといけないと思うんですけど、普通ね、アイドルの事務所だの社長だとかっていうんであれば、やばいよね、ちょっと元々はこの姿勢おかしすぎると思ったんですけど、でさらにこんな感じで動画でね、撮り鉄を煽ったりする動画も上がってたりするんですね、機関車なんとかみたいな感じのこと言ってたりだとか、あと、なんか弁護士って名乗ってる撮り鉄の人がいるみたいで、でそれを問い詰めて、実 実は弁護士じゃないだろうみたいなことをね問い詰めてるみたいなんですけどまあこれに関してはね取鉄さんなんでそんなこと言ったのかなとは思うんですけどいやそういうとこじゃないんだよね今回の話ってもう純粋にアウトなことをやっちゃってんだから謝罪などの対応がね、えー、モデルの事務所の社長から出されないとおかしいんだよこれ <laughs> なのになぜかだからご利用しでね取鉄さん を悪く言ってて、えー、反撃してるという話なんですよまあその取り鉄さんの問い詰め方もいろいろあって悪いこともあったのかもしれないけどどう考えてもこれはちょっと振り返っておかしいって気づくのが大人であり、えー、社長がね謝罪するのが普通じゃないかなと,おとみつは思いますけどねこちら一旦いいでさせていただきますねでねまあこれ女社長がゴリ押しで取り鉄を攻撃しまくってたわけなんですけどただですね鉄道会社から見解が発表されるんですよこの件に関してこれそれがねこちらの 記事に書いてるんですけど芸能プロ代表鉄道だって頭悪いのわらーってホーム座り込み写真への批判に反論も鉄道会社は問題と感じるということで鉄道会社ははっきりと問題と感じると。 いうふうに言われてるんですよ。あの写真の撮り方で、まあその件のことをねここに書いてるんですけど、鉄道会社はどのような見解か。地図休校総務企画課は13日 J キャストニュースの取材に上記の写真は問題だと感じますと話すということで、もうはっきりとあの写真の撮り方良くないよって言ってるわけなんですよ。もうこれどう考えても女社長の敗北なんですよね、えー。事前に取材依頼などがあれば社員付き添いの元でホームでの撮影を許可する。 可能性があるというということで、まあ、事前にね哲、まあ、太さんとかもそうですけど事前にあの写真撮ってもいいですかってこの間だけその線路入ってもいいですかとか例えばそういう相談があって許可がさえ降りればそういうの撮れるわけなんですよ、うん、でも、えー、しかし A 氏の会社からは連絡がなく12日に騒動を知らせる一般からの問い合わせで事態を把握したということでこの事務所からは 連絡とかなかったんですよ。勝手に写真撮ってたんですよね。こういう危険な。そして撮影自体は、弊社としても広めていただく分にはありがたいのですが、と歓迎するもん、列車が来て立ち上がれば事故にはならないかもしれませんが、そうは言っても、そうした行為はやめていただかないと非常に困りますと、マナー遵守を呼びかけるということで、はっきりとね、ダメだよ、それっていうこと鉄道会社が言ってくれてるんですよ。そして、小居山形駅は、普通車両、イベント列車、雨つぼし、 特急スーパーハクトスーパーイナバの4車両が走行する列車が近づくと自動放送が流れる時刻表は万能ではなく何らかの事情で列車が遅れることがありリアルタイムで広報できないこともありますと理解を求めたということでこれ何のことかっていうとさっきの女社長が言ってたのはね、あのー、その時刻表とか見て列車が通らないところをね、えー、ちゃんと選んで写真撮ったんだみたいなことを言ってるわけなんですけどただ鉄道会社としても もあの何らかの事情でね、列車がずれたりするから、時間とは合わない時があるから、まあ、こういうことはやらないでくれということを言ってるわけなんですよね、だからもう全面的に鉄道会社は、なんでこんなことやってくれてんだよ、問題だっていうふうに言われてるんですよね、まあ、これが公式に出ちゃったら、もうどう考えても本田社長が悪くて、撮り鉄され正論で勝ったというような話になってるんですよね。 でねまあ現在、元光が確認する限り、その女社長のインスタとか、えー、ホームページの方を見ても、少なくともそういう謝罪とか、そういうね、えー、お知らせとか、一切ないですね。まあ、無視を決め込んでるという状況なんですよ。まあ、これちょっと、この社長、ひどすぎるよね。ということで、ね、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、こちら、ありゃまあ、 地図急行に許可取ってなかったのか、わらーって、そう、許可取ってないならもう完全にアウトでしょって、そんな意見がありますね。まあ、ほんそうだよね。こちらもいいで、ね、させていただきますね。あ元道ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォロー押していただけると嬉しいで、よろしくお願いします。とか、あと他には、芸能プロの代表か知らんけど、鉄道の素人が何言ってんねんと、本職でも線路内に立ち入るには、いろいろ手続き不満とあかんのにっていうことで、わ悪いって、えー、言われてて、しかも鉄道会社も声明出してる であればやっぱこれはっきりと謝らないと、<laughs> この社長、私が悪かったですっていう風に言わないといけないんじゃないのかなと音光は思いますけどね、こちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、この写真を撮影した芸能プロダクション側の負けだね、時刻表を確認すればいいと思ってる時点で愚行だよ、新宿駅でできるのかっていうことで、まあ、ほんとそうだよね、新宿駅じゃ絶対できないよね、こんなこと。こんなんやってたら、はい、駅員さん、アウトアウトみたいな感じで止められちゃいますよね、どう考えたって。 いやこれが、あのー、悪くないってご利用ししてるのがちょっと無理がありすぎると元光も思いますこちらも「いいね」させていただきますね、まあ、この中学生アイドルが結局炎上に巻き込まれて、まあ、かわいそうかなと元光は思うんですけどこんな女性社長のところに中学生を預けるってちょっと親とかも元光は信じれないかなと。 思いますということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います本日のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました